最初に僕たちがやってるアフリカの、ここにあります、ブルキナファソっていう西アフリカでやっているサニテーションの話を最初にしますね。で、この地域、まあ、アフリカはそうですけど、この地域に限って言っても、トイレを持ってる方が農村部だと 5% 前後しかいないんですよね。で、外でしておられる。で、それがゆえにですね、5歳以下の子どもたちの死亡率が非常に高いとかですね、いうことが。ただ、厄介なことは、そういう方々が本当にトイレを必要とまだ思っておられない。例えば現地の言葉でトイレっていう言葉はないんです。トイレを表す言葉がない。つまり文化的にずっとね、台は外でするもんだと思っておられる。ですから私たちのプロジェクトは何を考えているかというと、トイレを知らない方々にですね、お金を払ってでもトイレとかいう仕組みを入れたいと思ってもらうようになる。これが究極の目的です。で、そのためにどうするかっていうと簡単なんですよ。日本ではね、こういう下水道とかサニテーションの仕組みがあれば社会全体として医療費が下がってるとか死亡率をね下げてるっていうことは言えるんですけど、そういうことを言っても響かないので、今僕ら言ってることはトイレは何って言ったらお金儲けの道具だと、そういうふうに言います。つまりね、何かっていうと、人間が出すものは窒素とかリンとかカリウムとかっていう肥料要素を持ってるわけです。ただ残念なことに匂いがするとか病原菌がいるとかですから、それさえうまくクリアしてあげたら彼らにとって貴重な財産をね作ってあげることができる。なので僕たちの考えはなるべく簡単に、なのでうんちはうんち、おしっこはおしっこ、それ以外の排水は排水と分けてやれば実は簡単な処理ができる。で、まずこれがうんち、これは大便用ですか？大便用ですね。これは大便用です。大便用で500ライガーですか？これはですね、これは、はいはい、この今入ってないんですが、この中に、土の中に、いや、これをこのままです。このままです。このままポンと置きます。はい。で、実はこの中にこういう、これは今もみ殻ですけど、向こうだったらソルガムとかミレットとか、それからトウモロコシの茎でもいいんですけど、それを詰めていただきます。で、ただ単純にうんちしていただきます。こうやってうんちします。で、終わるとここ開けて一回かき回していただきます。で、これフラップがついてます。出ない。で、なぜかき回すかっていうと、うんちが匂うのはうんちが分解するプロセスで、もし酸素がないと嫌な匂いが発生する反応が起きる。ところが酸素が十分にあると嫌な匂いが起きない反応が起きる、作れる。で、なおかつ早く分解するということで、うんちをしていただいて一回かき回す。だいたい今この大きさで僕たちは5人家族ぐらいの5人で使っていただいて3ヶ月ぐらいそのまま使う。で、3回やってですね、はい、それでその先はどなたですか？そのままです。で、下のゴンチは、はい、この中にそうです、この中で分解します。微生物の分解します。分解するにしても匂いはしません。匂いしないです。まずこういうものの中に入るとこいつら自身がにも、匂いのもとを吸着できる。これもみ殻です。薬品は一切いらない。それから微生物もこの辺にいるやつが自然に入ってない。すごいね。いやいや、だって特別な薬品を使うとか特別な微生物を使ってたらアフリカじゃ無理ですよ。そんなサプライチェーン作れるわけがない。で、これはいや信じていただけないかもしれないけど、僕らサイエンティストですから、ちゃんと分解はどれぐらい早く進んでいるとかですね、どんな反応が起きているとかってのはちゃんと調べて、ちゃんとペーパーレポートをしてるわけです。ですから、そこは信じてください。で、その実際にアフリカに持って行って実験された。そうです。それでちょっとこっち見ていただくといいんですが、はい、ここで
パイロットテストでやってて、まだ恥ずかしながら6軒のお宅で1年ちょっとです。それでどういうことをしているかっていうと、一つ目はトイレ、トイレ入れて、トイレ入れてね、トイレ入れて、それからこれトイレですね、はい、それからもう一つ洗濯した後の水とか水浴びした後の水もちゃんとキープして、それをですね、分かりやすく言うとこの仕組み、ここに砂が入ってます、はい、そこをこう流す、これで実は処理できるんです。で、ただ川に捨てる、つまり環境を守るための処理じゃなくて、今は畑で灌漑用水として使うということができればいいわけです、うん、そうすると何を処理しなきゃいけないかというと、洗剤、洗濯にしろ体洗うにしろ洗剤使ってるので、その洗剤の分解がうまくいけばいいわけです。で、実験事実としてここにちゃんと入れてるんですが、これは発芽試験で、洗濯の排水使うと発芽しません。で、こっちのブルーは水道水、ところがこの処理を1メーター2メーターね、1メーター2メーター3メーター4メーターのとこから水取ると、3メーター4メーターぐらいから水道水と同じ、つまり灌漑用水として使えるようになる。で、これはこれだけじゃなくて洗剤の濃度を測ったりとか、それからもう一つはこういうことをすることで病原微生物ですね、バクテリアがどう、それからウイルスがどうというのを測って、それでこの大きさを決めてます。で、こうすることで何ができるかっていうと、これですね、シャワーの場所をきっちりと水が染み込まないようにして水を集めて、それからおしっこは、ここの方は台は外で、おしっこはシャワー水浴びのとこでするっていう習慣なので、小便器ここに置いておいておしっこを集めて、で、おしっこは集めたやつを今度ペットボトルに入れて、これを今度は太陽光で消毒する。おしっこにもバクテリア、病原菌がいますから。で、それをやるとこんなに立派な畑ができる。これはこれを拡大した時に、で、もっとお言いたい点はこっちの写真です、ね、ここはね、この地域は年間4ヶ月ぐらいしか雨降らないんですよ。で、寒気は気温が40度ぐらいになったりして雨が一切降らない、つまり農業は一切できないんです。だからここ抹茶色でしょ、ここは夏雨が降ってて、ここトウモロコシ畑なんですよ。で、これ今年の1月に撮った写真で、寒気のど真ん中なんですけど、ここだけ緑でしょ、つまりね、寒気でも年間通して畑ができる。そういうことをすると、さっきの最初戻るわけです。一体いくら儲かりそうか。そうですね、ここにあるんですよ、推測が。推定1年間1人当たり13から27、幅があるのはしょうがないです、約20ユーロ儲かる。だから本当はこの儲けでトイレを買えるようにしたい、これが究極の目標です。